はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、プットルブレイクアウトやっていこうと思います。ルルーはい、ということでね、えー、本日はまあ皆様からね、たくさんのえリクエスト、まあ、要望が来ていたものをね、やっていきたいと思うんですけど、こんがりさん、こんがりさん、農場の風作がやばすぎます。成敗してくださいっていうね、リクエストが、もう鬼のようにね、届くんですよ。もう毎日ね、 一件以上は来てるんじゃないでしょうかはい。まあ、それぐらいですね。えー、かなり皆さん、あの、苦しんでるということで、まあね、僕も力になりたいなとは思ってるんですけど、みんな、あの、頼む人間違えてるから。うん。あの、プルミさんとかさ、ティモニーとかね、えー、まあ、手い人にね、えー、そういうリクエスト、まあ、成敗して、もう、スッキリしたいっていうのはわかるんだけど、僕に言ってもさ、いけるか、俺。いや、でも、俺はね、みんなからのリクエストを、やっぱり大事にしていきたい。 ま、コメントね、えー、最近はちょっとあの、返せてないというか、ちょっと申し訳ないんですけど、ハートでね、済ましてしまってる方もいるわけですよ。これにはね、理由が2つあって、まずその1、えー、単純に、えー、僕のキャパが爆発した。<laughs> マジで、ちょっとすまん。あの、コメント返ししてるとさ、もう動画が撮れないっていうね、えー、状況に陥ってしまっていて、ちょっとま、苦渋の決断ではあるんですが、まあ、ハートをね、押させてもらってますと。 まあただ単にね、えー、ハートを押しているだけじゃなくて、えー、しっかりと読み終わってからハートをつけています。中にはね、あの、長文でさ、めちゃめちゃあの書いてくれる人いるんだけど、僕、長文だとね、あんまり理解できないので、まあ、全部読むは読むんですけど、頭がこんがらがって、はぁって感じでハートを押してるやつもある。もう一つの理由がね、えー、僕がコメントすることによって、そのコメントが面白くなくなってしまうっていう、えー、結構面白いコメントあるんだけどさ、僕がね、 変なツッコミを入れるせいでなんか寒くなってしまうコメントとかあるんでまあそういったものはね、えー、まあえてコメント返さなかったり、まあ、逆に、あのー、コメント返した方が面白くなるなっていうコメントに対しては、まあ、僕ガンガン返したりあとはね、えー、1個目2個目3個目問題あのー、まあ金メダル銀メダル銅メダル僕配ってるんですけど、まあ、結構ね、あのー、1個目1個目ってね打ってどっちが本当の1個目かわかんない方のために、まあ、金メダルとね銀メダルと銅メダルは ま、つけてるんですが、まあ、それぐらいですかね。まあ、これからもね、えー、時間の許す限り、まあ、返していきたいとは思うんですが、ちょっとね、えー、読んだコメントについては、とりあえずハートをね、つけて、えー、読みましたよっていうことを、あの、皆さんにね、伝えるようにしてますので、で、リクエストとかね、えー、相変わらず、えー、スクショをね、えー、しっかりと取っていますので、まあ、皆さんね、少々お待ちくださいませ。ってことで、ちょっと作ってきました。はい。もうこれ、処刑用の AEK、持ってきた。今回は、ガチですよ。 ってことで、えー、こんな感じでね、もう作って、えー、いるんですけど、これ最強のやつ。基本ステータス、えー、垂直68の水平80。エルゴのみが52。で、精度が39。え ?3?39?39! みんないつも 39! で、腰ダメ射撃70の有効射程100。ってことで、えー、このね、マガジンには AP 弾、詰まっちゃってまーす。 あの BP 弾にしたかったんだけどさ、値段の差がね200円しかないんですよ。もう200円だったら、もう AP 弾でいいかってことで、まあ5層貫通弾、結構やばいらしいんで、まあ5層貫通弾必須かもしれないね、もう農場、風鎖は。で、えーまあ今回ね、月曜日ってことで、あのあれがね、更新されたんですよ。安全コンテナ。まあだから安心してね、まあ AP 弾持ち込んで、予備のね、弾は。 あの安全コンテナにぶち込めるっていう寸法さってことで、えーまあ、早速ね農場退治やっていきたいと思いますあ風作バージョンねエッツゴーはいということでね、えー、早速射撃場の方にやってきましたまずはノンリュコイルブワーまあそれ総合のですね武器をね持っていかないと、えー、逆にね、えー、処刑されかねないので、まあ、今回はね AEK 持ってきましたはいまあ、めちゃめちゃ強いですよと ま、正直ね、AEK は、マジでファル超えてると思うのは、僕だけかしら。まあ、わかりませんけど、ちょっと待って。え、一応5装備に変えようか。え、こっち5装にしてあげて。え、ま、頭も5装でもいいよね。うん、答えは聞いてない。ま、ポレロのね、え、装備にしてあげましょう。はい、強い。これなんだよ、もう当んに。はい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 。いや、で、扱いやすさナンバーワン。で、俺たちのニスコを返せ。で、あと俺たちの警告とさ、 俺たちのノースも返してほしいわ。マジで。やっぱり昔の方がね、良かったっていうのは、まあ思うこといっぱいあると思います。でもそれはね、思い出補正の可能性もあるんで、まあ皆さんね、今を生きるものとして、今の環境に抗って、全ロスしていきましょう。はい、ということでね、えー、秒速3センチメートルでマッチングしました。対戦よろしくお願いします。おい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 と。3センチメートルでマッチングするのは、まあ大いに結構コケコッコーなんですけど、 だーデートはダメでしょって。<laughs> なん何ですかだーって。デートはダメでしょ。せめてダブルデートだよな。もうおかしいってこれ。しかも22レベルのさ、なんかしんないけど最低幻想備に来やってきたまあ、この人は悪くないんですよ。運営がいけない。本当に。ちょ、マジでさ、マッチング時間とか長くしていいからさ、フルパ揃えろって言ってんだろうが、俺いつも。 ちょマジかしかもここで沸くしないやーこれもう無理かもしんないこれきついんよほらほらいるわいるわあー倉庫いるわ倉庫おい芝ばかッツぞ2番さんこれわかってるかないるよそこなんか P とか言ってさなんかやったかピッピッピー選手権やったかもしんないてか敵がやったかもしんない待ってこれさ分身の術使ってんじゃない俺をおとりにするなよマジでちょそれだけはやめろちょこわい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 ,怖い これ分身の術やったな。ナイス、2番。それめちゃめちゃでかいわあ。あ、待って待って待って。あ、縛かれた。2番縛かれた。はい、終わり。終わりの始まり、始まりの終わり。つまり、まあ、何も始まらないってことよ。もう、これだから怖いよな、本当に。こっち側もいればさ、こっち側もいるっていう、2番ちゃん。もう、ここで湧いたのがいけないのよ。恨むなら運営を恨め。ちょ、マジかわいそうだわ。一回鎮痛剤パクついとこ。とりあえず、まあ、剤剤タイプねえ、パクパクしていきましょう。 まお薬はね、あの、錠剤で配られた時は、えー、必ずですね、その錠剤のまま飲むようにしてください。あの砕いたりしちゃいけないからね、結構砕いてさ、なんか薬飲む人とかいるんだけど、まあ、それ僕の父親なんですが、ダメだから、処方されたままの形を使わないと、基本的にはダメなんで、はい。カスタマイズするのはやめましょう。カスタマイズしていいのは、自分のね、このメンタルブレイクアウト内での武器だけなのよ。皆さんね、まあ、いろんなカスタムしてあげて、 まあしっかりね、まあいい感じの、まあ武器、えー、作れることをお祈りしておりますが、えー、とりあえず、2番さんの方にちょっとピン打っとこうか。57メートル先。いや、これ聞こえるかな足音。拾いに行くか、そもそも。行かない気がする。で、なんか足音になってきた。これ無理だろ。これ動けんだろ、これ。動いた瞬間死ぬわ、多分。倉庫に木もさ、ちょっと未だにですね、動いてなさそうなので、 でも左側の人もさ、全然銃声出さないじゃないですか。ちょ、これマジで動けんって、本当に。農場どうなってんのマジで。ちょ、カオスがすぎるよ。いや、みんなの言いたいこと分かる気がするわ。農場がカオスすぎるっていうのは。まあ、敵の装備もさ、まあ、去ることながら、いや、このムーブですよね。陰質なのは。これやらしいですよね、相当。あの上とかから撃ってきたらもう発狂しちゃうぜ。そこだけは絶対に開けるなよ。 ちょ、怖いって、本当に。てか、そこの倉庫空きしてさ、そん中入ったらめちゃ強じゃないこれ。ちょ、まじ、怖いな。鍵だけ持ってないことを祈ろうかしら。てか、まあ、普通にいるんだよね。足音聞こえてるから。まあ、多分ですけど、僕の予想では、ここいるな。うん。ここ待ってるな。37メーター先。ちょ、怖いわ。この、まあ、仲間のところをね、あさりに来る左の側のやつが来たら、まあ、しばいてやってもいいし、えー、で、なんかそのさ、 倉庫にイモリ散らかしているやつを先にやってもいいけど、いや、動けんな、これは、ちょっと。で、味方の分身ももう消えちゃいましたしね、もう完全にさ、ま、トリッキープレイも封じられてしまったってことで、どうしよっかな。動くか、これ。いや、動けんな、これ、ちょっと待ってください。鎮痛剤の効果が切れて、えとりあえず鎮痛剤セカンドシーズン入れてから、 ま、動いていこうかなと思います。ギリギリまで粘りましょうか、ここは。マジで静かじゃん。この静かなのが終わってるってことなのよ。これ動いてないってことでしょう。脇ポジから動いてないのよ、誰も。だからスカちゃんの音もしないのよ。これが魔境なのよ。とりあえず、心拍タイム、え、セカンドシーズンやっていこうと思います。さあ、行きましょうか、ちょっと。心を鬼にして、もうやるしかないぞ。マジでやるからな、本当に。 ちょ、絶対いるのは分かってるけど、動くしかないから、とりあえず行きましょうか。いやー、怖いな、本当に。絶対いる。ちょ、マジでいることは分かってんだわ。待って、待って、待って。怖い、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 怖い。これがさ、人に見えた。ちょ、さ、待って、はなんだそれなんだそれ来てんな。マジか、そっち側から来てくれんのそれあげたんだけど。はい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 。まじか、俺の芋終わってんじゃん。まあでも当てたからさ、これもうやっちゃおうね。 ここもうしっかりと詰めめーす。はい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 。お前逃げんなってほんと。何をしてるのうれーはいー、完璧勝利。そして、なんかいるー。ちょ怖すぎ案件んん。一回ちょっとここでさ、マガジンリロードタイム決めてあげて。ちょとりあえずさ、まあ、ASMR かましましょうか。あ、なんか来た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 。集まってくるぞ、こっから。はい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 。なんか来ちゃってるー。来てます、来てます。敵が来ちゃってます。 これは誰いや、でも僕強いから、ここさ、思いっきり足音出していいと思う、これ。いや、これ普通にスカちゃんかスカちゃん臭いな、この感じ。ちょ、マジかマジかマジか。これスカちゃんだわ。スカちゃんと、よくわかんないやつがいる。やってんの、ね、やってんの、ね、やってんな。なるほどね。ここでスカちゃんが縛かれましたか。ちょ、待って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 。変な銃声じゃなかった、ただ。よくわかんないけどさ、どこで縛かれたそのスカちゃん。今は。 キッ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 キーとか言ってる。うーん、とりあえずあさるか。ちょ、あさりますね。うん。今あさってる場合じゃないランキング第1位なんですけど、あさらないと始まんないから、17レベルってどういうことこれはサブ赤にきか強よくわかりませんけど、ま、あ一旦 GG 対戦、エリゲットをございました。いや、しょっぱいね、それにしても。ちょっとこれさ、おイチン決めるかどうか、まあ、決めといていいか。これ液状タイプなんで、あの、水分をね、消費しませんから、 一旦ここで追いちんタイムかましていくさあそして ASMR はもう住んでいるかじゃあ行くかいやですね本当にもうマジで怖い怖い怖いいるのは分かってるあーそっちだねはい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 ちょ待って待って待って,待ってどこじゃそれ,それ倉庫の中かちょマジでさあいっぱいいると思うまだ芋に散らかしてると思うからちょ気をつけながら行こっか怖怖怖怖怖,怖 左だな、左だいはいはいはい。はい、お前舐めんな、お前。これはい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 、超反応。一回引いたと見せかけて、しっかりと無事56していくわけよ。これが、魔教農場の攻略方法です。はい。いや、まあ、これで2切る目か。ただなんかしょっぱいですね。みんなが言うほどなんか、ガチガチじゃないというか。今回はボーナス回か、もしかして。ただこれさ、怖いよな、拾いに行くの。 もう相手はフルパトを持ってやんないといけないですからね。ちょっと怖い。しかも銃声をさ、僕だけしか出してないっていう、未だに。俺しかいないのこのマップって。そんな感じなの今回。ちょっとよくわかんないけどさ、マジ怖すぎる。本当に怖い。ちょ、ここでえ、マガジンでリロードタイム挟んであげて、で、しっかりとこの中ね、見ていきましょうか。ちょっと色々とね、整理をする必要があるかもしんない。はい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 。領域展開めちゃめちゃナイス。それでかすぎる。 あ、しかもさあ、あ、いいじゃん、いいじゃん。エナジードリンクまであるのそれは素晴らしいですよ。じゃエナジードリンクをしっかりともらってあげて。で、あとはね、どうしましょうか。まあ、とりあえずはいいか。これ、領域展開あるのがさあ、めちゃめちゃでかくて。ちょ、一回さあ、これ展開してもいいかもしんないわ。ちょ、領域展開無料空床えかましてあげましょうか。おれさあ、一旦こうしてあげよう。いやー、これマジでさあ、取れるかなわからん、取れるかどうか不明ですが。 もう取るしかない。はい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 。M110 がうまい。ちょっと待って待って待って。あー、うまいうまい,うまい,うまいめちゃめちゃうまいこれはうまいちょっと待ってマジで。まじ、マジで怖い。ちょっと怖すぎ、怖すぎ、怖すぎ。早くしろ、早くしろ。俺早くしろ、マジで。やばいって、やばいって。もうまずいよ、本当に。ちょっと待ってください、待ってください。はいはい。もう一旦いいや。ちょ、とりあえずタンマアップね。ちょ、怖すぎ、怖すぎ、怖すぎあ。ようやくなんか銃声出てきましたわ。これ、モシンナガンをさ、外してさ、 3 4ミリもいらないから一旦縛いておいて。で、この辺もさ、うん、正直雑魚だから一旦外して。で、M110 に組み替えまして。で、でこの辺縛いて、縛いて、縛いて、こっちも縛いてあげて。し、えー、い機能。これも縛いていいか。もう3発なんていらねえや。いや、いいね、いいね、いいね。結構いい感じ。いや、もうちょっとあれ欲しいな。もう一発さ、かましていいか、展開。さらに展開していくわ。 ちょ、ここで、えー、しっかりとスモーク投げて、えー、展開後に、えー、あってあげましょう。怖いけど。ちょ、まじでまだ見れてないからさ、ちょっと全部見させて。ポケットの中とか、ワンチャンないかないかバックパックの中身もなかったです、何も。まあでもいいや。えー、これも取っとこっか。一応な。はい、これでじゃあもう僕ね、えー、終わりました。もう2キルしたんで、あとは帰るだけの、えー、簡単な作業って思うじゃないですか。いや、こっからが一ちゃんむずいのよ、ほんとに。いや、わかるわかるわかる。 こっからなんだよな、ほんとに難しいのは。どうすりゃいいのちょ、まじで帰れないと思うんだけど、これ。いや、厳しいって。ちょ、これダメだな。時間精一杯使うか。あ、待って。なんかうとなってきやがった。え、怖すぎる。はははははまじか、まじか、まじか。やった、やった、やった。これまずい、まずいまず、まずい。なんか死んだけど、めちゃめちゃガス炊いてるわ。ちょ、奥に逃げよう、さらに。ちょ、一旦逃げてあげて。 で、ちょっとま、イモリ散らかしましょうか。ダメだ、ダメだ、うわ、こんは。マジか。やばい、やばい、やばい。ちょ、とりあえずさ、ここでイモリ散らかしてもいいですか答えは聞いてない。あいつ何者だ、マジで。よくわかんないけど。来てるかあー、来てるん来てる、来てる、来てる。ちょ、まずい、まずい、まずい。来いよ、来いよ、来いよ。来るなら来いよ。来いよ、来いよ。お前舐めやがって。ボムなんかに頼ってるようじゃ、マジで、ま、マジで、あーあああ、そうそうそう、嘘ダだ